しぶきを。ラムちゃん、エリー。ラムちゃんごめんね。今日ってさ、朝ごはん食べました？あ、食べました。分かりました。そうですね、血液検査でしたね。そう。そう、言い忘れたな。しまった。どうしましょう。明日も連れてこれないことはないですけど。本当、じゃあ、食べずにやった方が。そうですよね、そうですよね。はい、わかりました。今日、じゃあ見てもらうだけ。はい。はい、ラムちゃん、ちょっとだけ点眼しちゃおうかな。ごめんね。なんか今日は舐めそうな気がするな。ちょっと CT つけといて、はっきり。耳。ピク。入れる前にピク。はい、どうぞ。どうですか？なんとなく今日舐めそうな顔してたからさ元気に元気になる、はい、じゃあちょっと身体検査ね。お尻、熱よしよしとって、お熱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 に吠えられないからいい。そうそうそう。一方通行で寝てるだけで。おしっこの出具合はどう？あ、普通ですね。やっぱりでもちょっと回数は。あ、そうです。5、6回目になると、まあ絞り出しっていう。で、まだ薬は飲めないんですよね。飲めないです。うん、ものすごい拒絶です。まあ、あのヨーグルトに混ぜても。しばらくちょっと薬なしでまず食べんことにはさ、はい、そうなん、薬はもうちょっと体重戻したい。そう、でもすごい食べたい食べたいっていうアピールはします。だからちょっと調子悪くて食べられてないところが時があったからさ、はいはい、取り戻したいんだよね。今日は何もしないで終わりましょう。はい、わかりました。いつもなんかされるからさ。そうですね、明日、うん、やらかしてしまった、すいません。どうぞ。ラムちゃん、ラムちゃん終わってから外れたけど、チキン。OK。 ありがとうございます。すいません、じゃあ今日は、はい、わかりました。ごめんなさいね。全然こちらこそ、すいません、うっかりしてて。